やはりさすがですね。ミイラレシ英死体を超えてたどり着くとは、突破できる可能性はわずか。それでも彼らは必ず現れるでしょう。少佐の言っていた通りですか。TMP の EG 見ていただきましょうか。響け絶創人神楽。はっ、向かったか。チャージ。ありがとう。任せろや。マイル。はっ。向かったか。俺の番だな。向かったか。そうだよ、チャージだ。ありがとうよ。終わりです。お返しだ。行くぞ。やっ、チャージ。ありがとう。いいぜ。そらそらよ、チャージだ。ありがとうよ。俺の番だな。アークス駆動。任せろや。アークス駆動。任せてくれ。俺の番だな。はっ。くはっ。はっ。やりますね。俺の番だな。せい。いいぜ。くはっ。上げていこうぜ。向かったか。ま、相手が悪かったな。よし、掴んだ。やったぞ。ま、こんなもんだろ。悪くねえな。成長しちゃいました。各種ステータスアップです。やったね。Thank you.
ならばその誇りと気概、我々が引き受けよう。久しぶりだな、シバルさん。少々雰囲気は変わったようだが、だがきっと無事で戻ってくると信じていたぞ。お兄様たちに聞きましたが、アームブラスト先輩までこれも女神のお導きかもしれませんわね。今はそんなことを話している場合じゃないだろ。今日の前急げ。コーヒ殿下とハーシェル先輩はそちらだ。こちらはお任せください。いずれ兄たちも追いつくでしょうから。俺の番だな。闇を切り裂け。そこだ。突き上げる。俺の番だな。さーて、くらえや。油断大敵ってな。
行くぜ。そこだ。崩れたな。気合いだ。そこだ。俺の番だな。は？崩れたぜ。もらった。任せろや。もらったぜ。さてと、やあ。行くぜ。そこだ。隙ありだ。任せろや。チャンスだ。合わせてもらうぜ。了解だ。もらった。しまいましたか。とわ先輩、皇妃殿下。
7組の皆さん。よかった、お二人ともお怪我はないみたいですね。リーン君、みんなも無事だったんだね。それに、よう、久しぶりだな、とは。まあ、なんつうか、いろいろあって出戻ることになっちまってな。クロウ君、本当にクロウ君だ。でもリン君、その髪の色は？それよりよく無事で。前に繋がったような感覚があったけど、夢かもとか思って。夢じゃありません。あの時はありがとうございました。事情は後ほど。そこにいる方々からお二人を解放してからですか。それはまた随分と大きく出たものだな。やっぱりお前が出張ってきてやがったか、ゼリーか。いや、今は赤のロスバイセと呼ぶべきか。元ジーク君だったか。確かに私の存在は再規定されている。いかなる恩情も通用しない。まあ、麗しき公女殿を連れてきたのは個人的にはグッジョブと言いたいが。恐れ入ります。ノリが似ているのはむしろやりづれえな。私もさっきから話しかけていたんだけど。君は特に今宵の獲物、後で存分に語り合おうではないか。ってあんちゃん、本当は戻ってるんでしょ。しかし久しぶりだ、リーン君に7組の諸君。そしてよく来たな、マキアス。司法監察官の権限を逸脱した越権行為が過ぎるようだが。ああ、100も承知だ。だが司法監察官には緊急時の超法規捜査手順が存在する。プリシラ様に民間人のハーシェル先輩、二人がこの上官に軟禁されている時点で行政への強制監察案件にはなるんだ。カール・レーグニッツ、それがわからないあなたじゃないだろう。なのになぜ帝国政府の意向のままカイトでの二人の軟禁に手を貸している。僕が知っているあなたならば中央政府の意向に逆らう気概くらい。逆らったからこそ閣下はオルディスへと移動されたのです。まさかディーベルト少佐。私の立場から説明するのもおかしな話でしょうが、黄昏の日以来、知事閣下は様々な形で戦争に反対されました。国家総動員法への反対に、帝都庁を挙げての反戦キャンペーン、皇帝陛下の暗殺未遂は共和国の陰謀というのは誤りであるという指摘。しかし、そのどれもが実を結ばず、不自然なまでの失敗に終わりました。賛同者の突然の心変わり、もしくはありえない誤解と連絡不足、事故に巻き込まれての関係者の入院、情報局による工作などではなく、どれも全くの偶然によって。まさかそれまでもが。大いなる黄昏、最大の呪い、因果律制御とも言うべき強制力ですか。多分みんなも各地で様子がおかしくなっちゃった人を見てると思う。でもそういう分かりやすい変化以上に、何かが帝国の在り方を歪めている。特
に軍や行政の現場において顕著みたい。そこまでか、父さん。本当なのか。肯定するつもりはない。私は私の政治信条で動いたまでだ。そしてそれが裏目に出たとしても、政治家としての私の力量不足、国家総動員法のもとに帝都の行政管理が中央政府に一時的に統合され、代わりに海都の行政管理に回されたのも、全ては私自身の限界によるものだろう。知事閣下、見えない力でいつの間にかそこにはめ込まれてたってことか。結果を受け止めるのも政治家であり、さらには行政担当者というものだ。そして今の私はカイトの暫定統括者、統括府たるこの上官の管理も任されている。二人を解放したくば強制観察および保護の名目で挑んできたまえ。ただしこちらも職務を全うさせてもらうが。父さん、あなたは最初からそのつもりってわけか。知事閣下の思惑と私の責務は異なりますが、もとより衛士隊主導の軟禁ですが、見過ごすわけにはいきません。鉄道憲兵隊としてすでに手配された7組を捨ておくことも、何よりも呪いの依り代でもある鉄血の子供としての使命のためにも。やはり聖杯の時の。ミリアムさんたちの目にも浮かび上がっていた。これこそはオズボーン閣下を通じて子供たちに与えられた力、大いなる黄昏とつながることで、その強制力を意図的に行使する能力です。そしてそれは戦闘において効果を発揮するだけではありません。知事閣下の失敗や鳥かご作戦などの時にその効果を最大限に発揮します。まさかクロスベルの鳥かごの時もその力が現れていたのか。支援家に陰、風の牽制、いずれも達人か、それに届く面々です。いかに部隊を率いていたとはいえ、私の指揮だけで一箇所に封じ込め続ける、そんなことが本当に可能だと思いますか。おかしいとは思ったが、その時は半ば無自覚ですが、今は自覚的にそれを使うことが可能です。その意味でもあなた方がこの場を突破する可能性は皆無でしょう。それではこれより手配集団の確保を開始します。あなた方も強制観察とやらを存分に果たされるといいでしょう。万が一私の屍を乗り越えられたら、皇妃殿下とトワさんは見ていられないな。氷のごとき美しく揺るぎない意志、しかしその芯は悲しさであるようだ。ふとしたきっかけで脆く儚く砕け散ってしまわないか心配なほどに。ロスバイスさん、記憶のないあなたに何が。記憶がなかろうが、麗しき乙女の真実を見抜く目は変わるまい。私には我慢できないのだよ。美しき人の隠された泣き顔がね。私はクレア少佐。さすがはゼリカっつうか。クレア少佐、アーシュたちがレクター少佐と戦った時の話は聞きました。ミリアムを失った悲しみと、あなたたちの食材の決意を。後半でのあれか。あなたは先ほど自分の屍を乗り越えたらと言った。
俺にはそれが己の命などどうなってもいいと言っているようにしか聞こえない。ロスバイセさん同様、見ちゃいられないですよ、そんなのは。ミリアムを理由にしないでください。あなたはあなた自身として戦うべきだ。いくら黄昏の力を使えようが、そんなあなたに負ける気はとてもしない。偽物の氷の乙女には。ヒュー、君ってやつは。これだから教官はずるいというか、たらしすぎんだろ。ミリアムさんもそんなあなたは見たくないはずです。大した若者だ。分厚き氷にひびを入れるとは。ならば私も乙女たちを守るというシュバリエの役目を果たそう。わかりました。ミリアムちゃんのことは抜きです。ですが、私が鉄血の子供であり鉄道憲兵隊員であることは変わりません。与えられた異能の力を持ってでも、皆さんをこの場で制圧、拘束します。ええ、望むところだ。精密射撃に注意。殿下たちもお下がりを。はい。リン君、クロー君たちもどうか頑張って。容赦はしません。どうかお覚悟を。全力で語り合おうじゃないか。いや、サラス、ありがとうよ。セイスマイル。
俺の定め。行きますよ、ミラーデバイスセットオン。オーバルレーザー照射。ごめんなさい、どうか安らかに。手加減抜きで行かせてもらう。とどめだ、ドラグナーハザード。ダメ。マイル下がれ。いいぜ、いいもんをくれてやる。俺の番だな。アース、駆動。カッ。僕の番だな。石火弾リロード。逃しはしない。はあ、これはどうかな。はあ、よっ。助かったよ。負けられない。負けられない。行くぞ、突撃陣烈火。まだやれる。さあ派手に踊るとしようや。そら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 、おねんねするにはまだ早いぞ。おれベリアルネイいい夢は見られたぜ。シートを滅却、我が太刀は無。見えた。次の立ち刻みを。およ、裁きを。ここまでですか。まだやれる。引くんだ。やれやれ、参ったね。負けられない。みんなのためにも。やったぞ成長しちゃいました。各種ステータスアップです。やったね。なかなかに熱い。さすがは氷にひびを入れた。に戻りかけてんのか。やっぱりその仮面か。おい、ゼリカ、アンゼリカ・ログナー、しっかりしやがれ。アンゼリカ、違う、私は赤のロス。いいえ、それはカリソメの役割です。アンゼリカ先輩、自分を強く持ってください。そうすればきっと。お願い、戻ってきて。アンちゃん、
頼みがあるんだ、とは。もっと近くに寄ってくれないか。その可愛い顔、仮面越しじゃ堪能できなかったからね。ゼリカ、お前、記憶が戻ったんですね。懐かしくも甘い香り。今まで悪い夢を見ていたようだがもしかしてこれも夢なのかな。つうかこのパイセン、一気に元に戻りすぎだろ。元々の記憶や人格はそのままだったみたいですし、あの仮面で強制的に役割を与えていたに過ぎないんでしょう。俺の時とは事情が違うってか。ジョルジュの野郎、妙に爪が甘いっつうか。それが彼にわずかに残った隙なのかもしれませんね。いいえ、きっと私も。クレア少佐、まだ戦いますか。騎士も失った以上継続は難しいでしょう。残念ですが任務は失敗のようですね。リーベルト少佐、どうやら区切りはついたようだな。あなたは。お疲れ様です、将軍閣下。初めての者もいるようだ。第三機甲師団司令ジェクス・バンダールという。久方ぶりだな、シュバルツァー君。そして七組諸君。お久しぶりです、中将。いえ、将軍閣下。海上要塞に詰めていたあなたがどうしてここに。俺たちを捕まえる増援って雰囲気でもなさそうだな。うむ、あくまで連絡を受けて事態の収拾に来たまでだ。上官内の騒ぎに帝都憲兵もどよめき立っているようでな。お騒がせいたしました、すべて TMP。 いえ、私の指示です。上官内の部隊は即時撤収。 A 支隊にも帰還指示を出します。僭越ながら事後処理はお任せしてもよろしいでしょうか。ああ、引き受けよう。クレア少佐、見逃してくれるみたいだな。共和国との戦争が迫っている現在、内紛の公表は触りがありますから、皆さんの手配も鉄道憲兵隊と情報局 A 支隊にのみとどめられている状況です。皆さんは今後そうした隙間をついていくしかないでしょう。それは。わざわざ助言をくれるとは氷の乙女らしくねえじゃねえか。あくまで警告です、次にまみえる時は容赦しません。レイグニッツ閣下、ご迷惑をおかけしました。それとコーヒー殿下、トワさんもご無礼深くお詫び申し上げます。アンゼリカさん、記憶を取り戻されて何よりです。それとリーンさん、無事解放されて。いえ、クレア少佐、やはり見てられないね。ええ、あのままでは自分自身に押しつぶされてしまうでしょう。何か道はあるはずだ。いや、絶対に見つけてみせる。